川越シャトルの車両鶴ヶ島駅西口にて、東部バスウェイス八9869号車、川越シャトルは、埼玉県川越市が運行する、コミュニティバスの愛称である。市の公式サイトでは、市内循環バス、川越シャトルと称している。路線の一部は隣接する鶴ヶ島市、藤見野市にも乗り入れている。1996年3月運行開始。運行は、 系統により、東部バスウェスと、川越営業事務所、西部バス、川越営業所、イーグルバス、川越営業所の3事業者に委託している。川越市では、多くの市民から、日常生活の交通手段や、市内の公共施設へのアクセス手段として、公共交通の整備を求める要望が寄せられていた、ため、これに応えて、コミュニティバスを運行することとなった。 一般路線バスは保管する公共交通機関として交通空白地帯の解消を図ることを目的として運行する。高齢者や障害者などの交通弱者に配慮した交通手段を確保するとともに市内の住宅地や鉄道駅と主要公共施設を結ぶ交通手段としての役割を担っている。市と各バス事業者が市内循環バス運行に関する 協定書を締結し、川越市内循環バス運行経費補助金、交付要項に基づき、市が運行経費の赤字分をバス事業者に対して補助している。その後もダイヤ改正と路線網の拡充が行われた。しかしながら、長距離路線となり定時運行が難しく、運行ルートが複雑でわかりにくい。市内公共施設を結ぶ路線網よりも、 一般路線バスが運行されていない地域から市内鉄道駅への運行を求める声が大きい。曜日や時間帯により利用客の変動がある。などの結果が判明した。これらの結果を踏まえ、2006年12月1日に路線の全面見直しを行い、大幅なダイヤ改正を実施した。その後、2013年10月から大幅に路線を見直し、 翌2014年7月1日に運行ダイヤの一部改正を行った。さらに2018年4月1日にも路線やダイヤなどの見直しを行った。現行路線として13系統が運行されている。コミュニティバスとしては運行系統数が非常に多いことが特徴である。運行開始時に西部バス、川越営業所と東部鉄道川越営業所の2、事業者が 川越市より運行受託した。その後、イーグルバスが運行受託に参入した。全路線とも初乗り180円から最高上限である370円の大規模、宅間制運賃となっている。入児は無料、幼児と小学生は子供料金で大人の半額である。すべての路線でパスもスイカ等の交通系、IC カードが利用可能である。 バス利用特典サービスの対象にもなっていた。専用1日乗車券が川越シャトルのバス車内で販売されている。かつてはバス共通カードが利用できず専用回数券が発売されていた。2007年3月18日のパスモサービス開始と同時に東部バスウエストの担当系統でパスモスイカが導入された。2008年7月18日からは 西武バス担当系統でも、パスもスイカが利用可能となった。これにより、東武バス、西武バスの専用回数券は廃止された。かつては1000円分と2000円分が発売されており、川越シャトルのバス車内、西武バス、川越営業所、東武バス、川越営業事務所で販売していた。二千十五年三月現在でも、申告の上、差額を現金で支払うことで利用できた。 その後もイーグルバスの担当系統に限り、専用の定期券、回数券が社内で発売されていたが、2020年3月14日より、イーグルバスでも、パスモのサービスを開始したため、専用定期券、回数券の販売は終了した。川越市内に在住する市民で、以下に該当する場合については、市が発行する、専用特別乗車証が交付され、条件により、割引。 または、無料で利用できる。市外在住の障害者に対しては、各種障害者手帳提示による障害者割引がある。毎日運行、年末年始のみ運休、主要停留所のみ掲載、2018年4月1日現在、運行事業者、東部バスウエスト運行事業者、イーグルバス運行事業者、東部バスウエスト運行事業者、西部バス運行事業者、 西武バス運行事業者、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 東武バスウエスト運行事業者、東武バスウエスト運行事業者、東武バスウエスト運行開始時に、専用車両として、西武、東武とも、パープルを基調とした共通デザインの日のリエスセが採用された。 2006年10月10日より、ご当地ナンバー、川越ナンバー交付開始。以降の導入車両には、川越ナンバーが交付された。ABC 市内巡環バス、川越シャトル時刻表、ルート案内川越市公式サイト、2018年4月19日、2018年7月21日、閲覧。ABCDEFGHIJKL 川越市、市内循環バス、 川越シャトルの外境について、川越市、川越シャトルの見直しについて、川越市、2018年2月10日閲覧。ABCD 川越シャトル料金について、川越市、2020年3月14日更新。ABCDEFGH 川越シャトル割引、制度等について、川越市、2020年7月22日更新。交通系、IC カード。 パスもサービス開始について、イーグルバス株式会社、2020年2月5日閲覧。市内循環バス、川越シャトル時刻表、ルート案内川越市、2021年3月30日、更新 ABC 川越シャトル車椅子でのご利用について、川越市、2019年8月26日更新、川越ナンバーが始まります。平成18年10月10日、 甲府海市国土交通省関東運輸局、埼玉運輸支局。ありがとうございます。